こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はですね、前回は確定申告書の1票と2票の書き方を解説したんですけども、今回の動画では自営業フリーランス副業している方は必須なオイル申告決算書の書き方について動画で解説をします。私はオンラインサロンの運営と SNS の総フォロワーが23万人超えをしている税理士です。 TikTok、Insta、Twitter、Voicy とやってますのでチェックしてみてください。またビジネス書を2冊出版しておりまして、自営業フリーアナウンス向けに必要な一冊がギュッとまとまったこちらの本と、インボイス制度がね、令和5年の10月からいよいよスタートすることでインボイス制度についての本出してますので、どちらも合わせてよろしくお願いします。 SNS も本もすべて概要欄から飛べるようになってますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは早速、青色申告決算書の書き方動画で解説していきますので、早速行ってみましょう。それでは記入編ということで、基本からわかる青色申告決算書の書き方、1枚目から4枚目について解説をしていきたいと思います。本日の目次です。申告作成前のまず基礎知識をおさらいしてから、実際の記入方法について解説していきますので、動画の方最後までご覧になってください。また最後ね、重要な注意点も紹介しますので、動画の方最後まで見てください。それではまず確定申告の基本ということですね。確定申告はそもそも何なのかというと、あなたの1年間のビジネスの結果を報告してくださいというものになります。じゃあどこに報告すればいいんですかというと、税務署に提出をします。自分で税金を計算して税務署に申告を提出するというのが確定申告になります。いつからいつの報告をすればいいかと言いますと、今回で言いますと令和4年分の確定申告になりますので、令和4年分の1月の1日から12月31日のビジネスの結果を集計して確定申告ということで、令和5年の3月15日までに用紙を提出してくださいというのが確定申告の基本になります。提出期限についてなんですけど、2月の16日から3月15日までが締め切りとなっております。今年もですね、一応コロナ延長が可能になってはいます。もし万が一コロナにかかって確定申告のこの締め切りに間に合いそうもないよという方はですね、書類が1枚追加で必要になるんですけど、延長は可能ですので、そこを頭に置いておいてください。この1枚書類が必要って言ったんですけど、どういった書類が必要かと言いますと、災害による申告延長申請書というものが必要になりますので、こちらを添付するのをお忘れないようにだけお気をつけください。それでは次にですね、今日説明する用紙で一体何を記入するのかについて次のスライドで解説します。これが確定申告の基本になります。青色申告決算書に一体何を記入するかと言いますと、あなたのビジネスの売上から経費を引いた金額、利益、ここが儲けと言われるものなんですけど、利益に対して税率はかかってきますので、この売上から経費を引くという作業を青色申告決算書に記入をして報告をしてくださいねっていうのが、今日説明する青色申告決算書の中身になります。こうイメージしておくと、この後のスライド理解しやすいと思います。では実際の用紙がどういったものかと言いますと、こういった用紙になります。これが青色の用紙になります。今回ですね、青色申告の方の説明します。実は過去の動画にですね、白色申告の書き方という動画も出してますので、白色申告なんですっていう方はこちらの動画参考にしてください。1ページ目、2ページ目、3ページ、4ページありますので、順番に解説をしていきます。まず1ページ目からです。こちらが1枚目になります。青色申告書決算書の上の部分に何を記載すればいいか、ちょっとピックアップしてね、拡大して次のスライドで解説します。記入方法がこちらになります。まず何年分の青色申告決算書ですかっていうね、埋める欄がありますので、ここを今回は令和4年分というふうに記載をしてください。そして次に住所です。あなたの住所を書いて名前、振り仮名を記載します。そして事業所所在地がある方はこちら住所入れますし、上の住所と同じだよという方は同乗というふうに記入すれば OK です。そして電話番号です。自宅の場合はこちら、事務所の場合はこちらというふうに、ね、分かれてますので、該当する電話番号を書いてください。この電話番号というのはですね、税務署から何かあった時に連絡が取れる番号を記載すれば OK です。自宅の電話番号じゃないとダメとか、携帯電話はダメということはありませんので、連絡のつく番号を記入するようにしてください。そして次に業種名を記載します。これは何々業ですっていうのを記載することになります。基本的に皆さんが提出したであろう開業届にね、何々業って書いてあるはずなので、そちらと同じものを記入すればいいです。ここですと小売業。他例えばね、サービス業なんですとか、コンサル業なんですって方はそういう該当の業種を記入してください。次は屋号です。屋号は何かと言いますと、これはあなたのお店の名前になりますので、これも同じく開業届で記載してある屋号名がある方は記載してください。そもそも屋号を決めていないっていう方は記入しなくても大丈夫です。そして次、加入団体名と依頼税理士等なんですけど、これどちらも該当するものがないよって方は記載不要、
スルーで OK です。もし加入している団体名があったら記載することになります。青色申告会という例が上がっております。そしてこの依頼税理士等なんですけど、基本的に作成する税理士がいる側は税理士がここね記載する箇所になりますので、ほとんどの方、この動画見てる方はご自分で申告されている方が多いんじゃないかと思いますので、記載は不要になります。というわけで1枚目の上の部分は終わったことになります。次その後のところ解説していきましょう。1枚目のここの上の部分は今解説したので、この下の部分について解説をしていきます。まず何を記載するかというと、ここにある日付はですね、ここは提出日を記載します。ですので令和5年に出すはずなので、令和5年の提出する日を記入してください。そしてこちらの欄なんですけど、ここはビジネスの期間になります。一般的に1月の1日から12月31日1年分を報告する、税務署に報告するということになりますので、1月の1日から12月31日というふうに書けば OK です。そして一つね、記載期間なんですけど、開業日からになりますので、例えばお店のオープンが期の途中で5月の1日からオープンしたんだよねって方は、ここが5月の1日から12月31日までというふうに記載をすれば大丈夫です。それではね、順番に行きましょう。先ほどね冒頭に言ったように、この用紙っていうのは基本的に売上から経費を引いた利益、所得はいくらですかっていうのを計算する用紙になりまして、基本的に数字が記載されてきます。この上の部分は除いて数字のみが記載されてくるというふうに覚えてください。では何をまず聞いてくるかと言いますと、1年分のあなたの売上を聞いてきますので、ここを集計した金額を記入してください。そして機種の棚卸し高、そして仕入れの1年分をいくらしたかっていうのも聞いてきます。そして12月31日段階で期末のね在庫がいくら残ってるかっていうのを聞いてきますので、こちらそのまま集計をして記入をすれば OK になります。こちらなんですけど、もしね仕入れ自体をしないっていうビジネスをされている方は記載する必要がありませんので、ないっていうケースもありますのでご安心ください。もちろんね仕入れがある、在庫が抱えてるって方はこちらの方記載する必要がありますのでご注意ください。そしてその後はですね、ここで売上の方を記入しますので、売上から経費を引く金額をね教えてほしいというふうに指示が来ますので、経費の金額を書いていきます。これ順番に上から租税効果、水道光熱費みたいに、ね、該当する箇所あるんですけど、租税効果の1年分を集計して合計金額を記載していくという流れになります。そしてこちらの勘定科目についてね、分け方がわからないという方はですね、以前勘定科目の分け方動画っていうのをね出しておりますので、そちらの方を見ていただいて分けていただけると数字は出てくるはずですので、そちらを見てねちょっと頑張ってみてください。こちらの方では経費の集計額を順番に記載していくってことになります。そしてこの売上原価、要はね仕入れ等々在庫等々を計算したのとこから、さらにこの経費の合計額を差し引き金額を記載します。そしてその後こちらに移っていくわけですね。この後ちょっと解説するんですけど、この色分けしてあるのは今後の2ページ目3ページ目に関係してあるので、このね色分け意味ありますので、ちょっと後ほどの説明するので今の段階では使わないので気にしないでください。そしてこのように差し引きをした後からですね、次記入する欄としてこの貸倒れ引当金なんですけど、ほとんど自営業フリーランスの方記載する必要がない、設定していないって方がほとんどだと思いますので、基本的にはスルーで大丈夫です。このサンプルでは数字が入ってますけど、記載する必要がないんだなというふうに思っていただいて結構です。そして次ですね、先住者給与がある方はこちらに記載をします。そして合計額を取りまして、青色申告控除前の所得金額がこれで差し引きして出ます。そしてさらに控除ができるのがここですね、青色申告特別控除額というものになります。ここサンプルでは55万円ってなってるんですけど、 e-tax 電子申告を使うと最大65万円控除が可能ですので、電子で出す方はこちら65万円というふうに記載をしてください。まじで郵送や直接窓口に持ってくって方は55万円の控除になってしまいますので、55万円というふうに記載をしてください。そしてこの青色申告特別控除額が10万円だよって方は10万円というふうに記載をすることになります。そして最終的に出てくるのがこの所得金額になります。これがあなたの1年分の所得の金額、要は儲けですよっていう数字になります。先ほどの図で言いますと、こちらの売上から経費を引いた利益が出たよね、ここが所得、これに対してざっくり解説すると税金がかかってくるよっていうふうにイメージしていただけると分かりやすいと思います。この青色申告特別控除額なんですけど、65、55、10万円ってあるね違いについてはね過去動画ありますので、そちらの方ね気になるとかね、自分はどれに該当するんだって方はそちらの動画を参考にしてみてください。そしてこちらの記載の用紙のこのサンプル例なんですけど、実は税務署から出ている青色申告決算書の冊子があるんですね。こちら概要欄にリンク貼っておきますので、もう少しちゃんとね詳しく知りたいよって方はそちらの方を参照していただけるといいかと思います。2枚目の書き方、次のスライドで解説していきます。はい、2枚目はこのような表示になります。一体何を記載するのか順番に見ていきましょう。まずここ令和4年分なので4と入れます。そしてこちらね名前振り仮名各バランありますので、
こちら記入をしてください。そしてじゃあ一体何を記載するのかと言いますと、2枚目はですね、1枚目に書いた数字のもう少し詳しい情報、根拠を教えてくださいっていうふうに来ますので、それを順番に記入していけばいいということになります。ではこの2枚目の売上の収入金額についてなんですけど、少し先ほどのスライドに戻りますね。こちらの1年分の売上金額をあなたは先ほど記入しましたけど、この内訳を教えてほしいっていうふうに来ます。これは同じくこの青色のところ、仕入れ金額についてももう少し詳しく2ページ目で教えてねっていうふうに来ますので、もう一回2ページ目に戻って解説をします。今言ったように赤の売上のところ、月別に教えてほしいっていうふうに来ますので、あなたの自分のビジネスの売上を月別に記載していくことになります。こちらも同じように仕入れ金額もそうですよね。1年分の集計金額を1枚目に書いてあると思いますので、月別にいくら仕入れをしたのか記載をお願いしますというふうに来ますので、この通り実際に仕入れ売上の月別の金額を記入していくことになります。そしてここの合計額が392800になってるんですけど、先ほど見たここの数字と必ず一致するはずです。ここ一致してないと何か間違ってますので気をつけてください。これは同じく仕入れ金額、この青のところも同じです。先ほどの月別の合計額と合うようにしてください。こちらですね、275960ですね、合うようにしてください。そしてこの家事商品のところに今回のサンプル数字入ってるんですけど、家事商品についてではですね、こちら知らないとやばい、形状忘れしやすいよということで解説動画ありますので見てください。これね、何かと思いますので、全員が該当する箇所ではないので、今回は過去動画の紹介に留めたいと思います。そして雑収入がある方は雑収入も書いてください。これ補助金や給付金関係も雑収入になりますので、漏れのないようにご注意ください。そしてこの合計額が合うということがね、大事なポイントになりますので押さえてください。そして次に何を書くかと言いますと、貸し倒れ引き当て金繰り入れ額の計算どうなってますかって聞いてきます。先ほど1枚目で言ったように、貸し倒れ引き当て金を設定している自営業フリーランスの方少ないと思いますので、もちろんある方は記入しないといけないんですけど、今回解説省きたいと思います。じゃあ次に何を聞いてくるかと言いますと、給与賃金の内訳を教えてほしい、あと専従者給与がある方は専従者給与の内訳を教えてほしいっていうふうに聞いてきます。1枚目に戻りますと、どこの金額かと言いますと、1枚目の金額に給料賃金のね、1年分、要はスタッフにいくら払ってますかっていうのを聞いてきて、この金額2625000と答えているんですけども、これを2枚目にもう少し詳しく教えてほしいと。あと専従者給与というのはちょっと欄がこっち側になりまして、ピンクで今囲ってあるんですけど、専従者給与は120万円というふうに払ってるっていうふうに記載がありますので、この内訳教えてほしいというふうに聞いてきます。スライド戻ります。給料賃金の内訳を記載することになります。スタッフの名前、誰がいて何歳なのか、そして何ヶ月働いてる方なのか、1年ねフルで働いていたら12になりますし、例えば途中からバイト始めて4ヶ月しかまだ働いてないって方、ここが4になるってことですね。そしていくら給料を払ったのかの金額と、また賞与がある場合には賞与の方の金額をして合計を取ってください。ですのでこの給料賃金の内訳、スタッフの名前を書いて合計額をしたらですね、この2625000、1枚目で払ってるっていう合計額書いてあるので、ここの金額と必ず一致してバッチリ合うはずです。ここ違うって方は、このスタッフの給与額が何か間違ってるか、ミスの原因になりますので調べることが必要になります。このように記載をして、1枚目の給料の賃金、要は経費と支払ってる給料の金額とここが一致するように記載をしてください。次はですね、専従者給与の内訳を聞いてきてますので、専従者給与ある方、支払ってるよって方は、専従者給与を払ってる方のお名前、年齢、同じく何ヶ月働いてるか、そして支払った金額、賞与があるのかないのか、ない場合はゼロへ大丈夫です。そして合計額を取って、120万円専従者給与を払ってるってことですので、先ほどの1ページ目のところの専従者給与の金額とバッチリ合うようになるはずです。というように、2枚目は1枚目に書いた数字のね、根拠をもう少し詳しく教えてくださいという用紙になります。ですのでそちらのね、指示に従って記載をしていけばクリアになっていくかと思います。そして次残った欄なんですけど、青色申告特別控除額の計算ってとこがあります。これは何を書くかと言いますと、青色申告特別控除前の所得金額を書くとこと、また青色申告特別控除額書くとこがありますので、1枚目に戻っていただけると数字が載っております。青色申告特別前の所得金額43番の金額と、青色申告特別控除額、ここでは今回55万円がサンプルになってますので、ね、55の数字を入れることになります。ここに記入をすれば OK になります。会計ソフトなど使っている方はですね、もう自動的にここのあたり数字が入ってきますので、そんなにね気にしなくてもいいと思います。ですので簡単な説明で次進みます。次3枚目の用紙はじゃあ一体何を書くのかと言いますと、まず上ですね、減価償額の計算を聞いてきます。これ1枚目のページのどこかと言いますと、こちらですね、減価償却費を1年分記載するんですけど、その減価償却の内訳をもう少し詳細を教えてほしいっていうのが3枚目の先ほど解説したところになります。
ですのでこちらも同じように減価償却費の金額と3枚目に書いた金額が合わないとおかしいよってことになります。このグリーンの金額ですね。でもう一回スライド戻ります。こちらいろいろなこの方ね、減価償却の計算をいろいろとしていますという状況でサンプル例が載っております。それの減価償却、本年分の減価償却費がこれですよっていうふうに計算した項目、先ほどのグリーンの数字と1ページ目の数字とここの数字が一致するはずです。これ一致してないと減価償却何か間違ってるってことになりますので再確認をしないといけなくなります。じゃあ一体減価償却費ね、何を記入していくかというと、上からいくとね多くなりますので、このねレジスターをちょっと一つだけピックアップしようかなと思います。例えばレジスターを購入しました、何台ですかって聞いてきますので1台ですと1と書きます。そしていつ買いましたかって聞いてくるので、その取得年月日を記載します。そしてその次にいくらで買いましたかって聞いてきますので、こちらですね取得価格を記入します。そして基礎になる金額を書いて、償却方法にありまして定額法、定率法といろいろあるんですけど、ほとんど自営業フリーランスの方は定額法を選ぶ方が多いんじゃないかなと思います。こちらの減価償却についての基礎についてはですね、この減価償却完全マスターっていう動画がありますので、ちょっと意味わかんないとかね、減価償却ってどういう風にするんですかっていう方はこちらの動画見ていただければマスターできるようになってますので、こちらの動画一旦見ていただいて、こちらの3ページ目の記載方法に戻ってきていただけるとより理解ができると思います。そしてここには何を書くかっていうと、償却方法を記入します。定額法とか旧定率法とかいろいろあるんですけど、大体の方が定額法になるんじゃないかなと思います。そしてレジスターの耐用年数は5年っていうふうに決まってます。この耐用年数についてもこの動画で解説をしております。5年になりますので5年と書きまして、次償却率を書きます。5年の償却率は 0.400 というふうに決まってますので書きます。そしてレジスターはですね、取得したのが令和4年の7月というふうになってますので、7、8、9、10、11、12、6ヶ月分しか使ってないってことになりますので、ここが12分の6と記載をします。これ上のように1年分丸々もうね使っているものは12というふうに記載をしてください。そして本年分のレジスターの金額を記載して、7万8000円が減価償却費となります。そしてこのうちですね、事業用割合というのを書く欄がありますので、今回レジスターは 100% ビジネスに使っているので 100% となりますので、7万8000円を今期経費としてレジスターの減価償却として計上することになります。これ事業割合が例えば 30% とか 40% に変わりますと、この7万8000円を 30% 分だけ経費に上げるっていう計算をしないといけなくなりますのでご注意ください。そしてこちらの減価償却なんですけど、同じように会計ソフトを使ってこのように入力をしていきますと、自動的にもうここのね減価償却の計算はしてくれますので、会計ソフトを使った方がやはり便利かと思います。そしてですね、こちら措置法の 28-2 ってあるように減価償却には特例があるんですね。この特例を使いたいっていう方もね、一回この減価償却の完全マスターを見ていただければ理解できると思いますので、ぜひ見てください。今回決算書の3ページ目のこの箇所には減価償却の計算の明細を記入するっていう風に理解していただければ大丈夫かなというふうに思います。あと4つの項目順番に解説していきたいと思います。まずこの利子割引料の内訳についてなんですけど、こちら金融機関を除く利子割引料がある方になりますので、金融機関以外からもし何か借り入れをしていて利息を払っているって方はこちらに記載する項目になります。ない場合はもちろんスルーで大丈夫です。そして次ですね、この税理士弁護士との報酬料金の内訳なんですけど、これも先ほど言ったように動画見てらっしゃる方、自分でね確定申告をする方が圧倒的に多いんじゃないかと思いますので、基本的にこちらは記載する必要ないです。私がねお客さんの申告書を作成するときにはもちろんこの税理士のところに名前を入れて記載することになります。そして次、地代家賃の内訳を教えてほしいというふうに聞いてきますので記入することになります。これ1ページ目のどこにあったかと言いますと、スライド戻ります。こちらですね、地代家賃というのがあります。茶色というかベージュというか、12万円この方は経費として払っていると、その内訳を教えてほしいと聞いてきます。もう一回スライド戻りますね。先どこから借りてるのかの住所の名前を書きます。そして賃貸物件、今回土地ってなってますけど駐車場を借りてるって方もいますし、店舗を借りてる、事務所を借りてるって方もいらっしゃると思うので、この賃貸物件のとこには土地を借りてるとか駐車場を借りてるとか事務所借りてる、店舗借りてるっていう風に記載していただければ大丈夫です。そして1年分のね家賃の金額を書きまして、そのうちいくら必要経費に上げてるかってことですね。この方は24万円の土地の賃貸料払ってるんですけど、経費に上げてるのは12万円ですよってことなので12万円になってます。そして同じくここもですね、茶色というかベージュというかの金額と1ページ目に書いてあったこの地代家賃の金額は合わないといけないのでご注意ください。これどうしてこの地代家賃の内訳を聞いてきてもかと言いますと、ここで要は地代家賃を誰がどこから借りてるかっていう情報を税務署が握る箇所でもあります。ですのでどこからか地代家賃払ってるよって方はなるべくここね明細書くようにしてください。もちろん必須項目ではないんですけど書いておいた方がいいですよね。
はい、そして最後の項目なんですけど、本年中における特殊事項というのを聞いていきます。これは別にほとんどの方記入しない方の方が多いと思いますので、スルーで大丈夫です。この特殊事情が、例えば売上高が今年半分になってしまった場合には特殊な事情があるはずだよねということで、例えば今までですとコロナによって売上が半減しましたみたいなコメントを少し特殊事情として書くケースもありますが、必ず記載しなければいけないという項目ではないので記入をしなくて大丈夫です。はい、それでは3枚目の解説終わったので、次4枚目の記載方法について解説をしたいと思います。こちらが4枚目になります。何を記入するかと言いますと、これは貸借対照表を記載してくださいというふうに来ます。まず日付なんですけど、令和4年の12月31日現在を記入することになりますので、ここには令和4年の12月31日現在というふうに記載してください。そして何を記載するかと言いますと、まず1月1日時点の期首の残高を記載することになります。去年の12月31日要は去年の決算の数字をそのまま入れていかなければならないので、違った数字が来てるとまずいですので、必ず去年の決算書も見て数字の方を入れるようにしてください。そして次に聞いてくるのが、今期の残高いくら残ってますかっていうのを聞いてきます。例えば上から見ていきますと、現金の12月31日段階残高いくらですか、また通帳系を聞いてきます。当座預金はいくら残ってますか、定期預金はいくら残ってますか、普通預金はいくら残ってますかっていう残高を書きます。これは通帳の残高を見ればわかるはずですので、この通帳の残高とここの残高がずれてるってことは、また何かしら経理の仕分けミスをしているってことになりますので、合ってるかどうか必ず確認をしてください。また売掛金がある方はそちらの残ってる金額を書くことになりますし、棚卸があるって方は棚卸の金額が来ます。というように、このように残ってるものを残高を入れていくっていうようなイメージで4枚目を入れてきます。そしてこの4枚目の用紙なんですけど、青色申告の特別控除を使う方、55万円65万円控除をする方は記入が必須項目と基本的になりますので、4枚目が埋めていないっていうことは10万円控除になるというふうに思っていただければいいかと思います。そしてですね、ここの数字の記載方法がやっぱりよくわからないって方もいらっしゃると思うんです。こちらも実はですね、会計ソフトの方を利用していますと、自動的にこちらの方も数字がねある程度入ってきますので、そちらを見ながら入力していけば完成になるんですけど、会計ソフト使ってないよ、手書きなんですここがっていう方は、かなり過去の動画になって2年前の動画なんですけど、私手入力の書き方の青色申告決算書1枚目から4枚目っていう動画を出してた時期があるんですね。こちらでね、4枚目の書き方実際にこういう風に書きますよっていうのを説明してますので見てください。手書きでされる方で55万円控除もらいたいって方はこちらの動画を参考にしていただければ幸いです。少し余談ですけど、私たち税理士もですね、この会計ソフトというものを使っているので、この数字がね入ってくるので、じゃあ手書きで今やってみる方が非効率すぎてもうできないです。ですので、やはり会計ソフトなりそういう何か手伝ってもらう、サポートしてもらえるものがあると非常に効率よく時間短縮で確定申告書ができることになります。注意点です。数字がね合わないといけないよって箇所、色分けで解説出てきたと思いますけども、この4枚目のページでも合わさないといけない箇所があります。ここですね、この下の合計8957611とこちらの8957611合ってますよね。そしてこちら12月31日の期末の14018314とこちらも合ってます。ここも合うはずですので、こちらが合ってないということは何かしらどこかが間違ってるってことになります。このように確定申告はですね、数字が必ず合わないといけないですよっていう箇所、チェック項目がたくさんありますので、しっかりと押さえてから提出をするようにしましょう。そして提出前にミスがないのか、またねこの数字が合ってない箇所がないのか、経費の計上漏れがないかなどなど再確認してから出すことがおすすめします。そして先ほどからちょいちょい話が出てきてるように、やはり会計ソフトなどを使った方が圧倒的に便利ですし、確定申告が楽になります。また青色控除のマックス65万円控除も狙いやすくなります。こちら実は過去に動画がありまして、確定申告が苦手なフリーランスの秘密兵器ということで会計ソフトについて解説した動画ありますので、ぜひ参考にしてみてください。令和4年分がね会計ソフト間に合わなくても、次の確定申告こそね楽にしてほしいなっていうふうに思ってますので、今年の春から会計ソフト使ってみて、次こそはね楽に確定申告できるようになることを願っております。そして確定申告なんですけど、これにあまり時間をかけすぎてしまいますとね、本業に専念できないという時期がありますので、皆さんこれから春の時期ねビジネスの方が忙しくなっていくと思いますので、サクッと終わらせて本業に専念することをお勧めいたします。そしてですね、やっと確定申告終わったというふうに思いましても、実はですねもう経理の方は1月2月3月分と溜まってる状態のはずですので、そちらの方すぐに取り掛かることをお勧めします。まだ記憶が新しいうちにやるのがおすすめです。今回かなりね過去動画の紹介多かったので、概要欄の方に過去動画紹介しておきますので、そちらの方ねクリックしてみて、ぜひ学んでみてください。はい、
私は税理士顔見の実のオンラインサロンということでオンラインサロンを運営してます。ググっても答えが出ないとか、お金に関して聞ける仲間がいない、節税したいとか、まだちょっと税理士をつける規模までも行ってないんだよねって方におすすめです。メリットが3つあります。オンライン上で質問や相談をすることが可能です。これは Facebook の非公開グループで運営をしてますので、質問内容が相談に漏れるってことはないのでご安心ください。そして2つ目、2ヶ月に1回定期的にサロンズームを開催してます。私とズーム上で直接質問相談することができますし、またメンバー同士情報交換ができるということで非常に好評です。そして3つ目、経理や税金の新しい情報や YouTube や Voicy の裏側などなど、他には出してない情報はオンラインサロンのみだけに私投稿していってますので、ぜひオンラインサロン気になるよって方は概要欄から詳しく飛べるようになってますので、詳細の方ご確認ください。参加お待ちしております。そしてぜひね、 YouTube のチャンネル登録お願いします。チャンネル登録未登録で YouTube を見てる方は8割ほどいらっしゃいますので、ぜひチャンネル登録お願いします。またいいねや高評価ボタンしていただけると非常に励みになりますのでお願いします。また私がしているその他 SNS、 Instagram はフォロワーが3万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが 6.3 万人おります。そして Voicy も始めて今3ヶ月が経ったところです。ぜひ Voicy の方もね、また違った情報を公開してますので、フォローの方お待ちしております。そして本を2冊私は出版しております。まずこれですね、今確定申告シーズンでちょっとね話題として下火になってるんですけど、令和5年の10月からインボイス制度スタートする予定ですので、しっかりと押さえておきましょう。30分でスパッとわかるインボイス Q&A ブックということで本を出版してますので、ぜひお願いします。こちら宝島社さんから出版してる本です。さてもう1冊はですね、自営業フリーランスに必要な税金経理確定申告節税方法が1冊にギュッとまとめた本も出版してますので、こちらかなりわかりやすく書いてありますので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。どれも全て概要欄から飛べるようにしてありますので、チェックしてみてください。はい、それでは本日の動画以上になります。皆さん自営業フリーランス作らないといけない書類の一つ、青色申告決算書の書き方について動画で解説しました。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。私もね、確定申告シーズンということでかなり繁忙な毎日を日々を送っております。皆さんも確定申告大変だと思いますけど、一緒に頑張りましょう。引き続き自営業フリーランスに役立つような動画投稿していきますので、チャンネル登録してお待ちください。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川見のみでした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。